さあそれでは途中から、見ていらっしゃる皆さんももちろんいらっしゃると思いますので、うん、改めまして自己紹介させてください。皆さんこんばんは。おいこんばんはやろがい。チームの挨拶といってもこんにちは。そうやねでももうすっかり夜ですからこんばんはですね。では気を取り直してみなさん、こんばんは。まいです。2人合わせてチームです。よろしくお願いします。私たちチェリップはですね、今日鳥取県からやってまいりました、はい、鳥取県にタワーレコードさんがないので、そうだ、ね、いつもね CD を売るのにどうしようかと思ってよく岡山に足を運んでいるんですけれども、うん、この度鳥取県の私たちの事務所から一番近いのが、はい、ここイオモール倉敷さんであるタワーレコードさんということで、うん、この度チェリップをタワーレコード倉敷店さんのプッシュアーティストに選んでいただきまして、今 ありがとうございます。店舗の方でもね、ドーンと大きくチェリップのコーナーを作っていただいているんですけれども、ね、今日は初めてそのプッシュアーティストになってから、うん、ここイオモール倉敷さんに足を運ぶことができて本当に嬉しいです。初めてチェリップを見る方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、ね、少しでもチェリップのことを覚えていただけるように、楽しくステージしていこうと思います。寒いですが皆さん最後までどうぞよろしくお願いします。よいしょ。冷えてますのでね、皆さんと一緒に体を温められたところですね、何曲か持ってきております。3曲連続早速聴いていただこうと思うんですけれども、まずはですね皆さんと一緒にオーイエー歌ったり、手をずっと3、2、1とカウントダウンするところがある私たちの、うん、前回のシングル Song for You という曲。そして私たち実はですねサンミュージックアカデミーで演技や歌の勉強をしておりまして、その大先輩の岡田由紀子さんのカバー曲も歌わせていただいております唇ネットワーク。そして最後に、本当にこのイルミネーションにね、ぴったりの冬に向けてぜひ聴いていただきたいチェリップの曲 Again という曲を聴いていただこうと思っております。どこかね懐かしいちょっと昭和チックな歌謡曲チックな曲がチェリップの、特色ですので、今日初めてチェリップを見る方、お父さんお母さんの世帯にも楽しんでいただけるのではないかなと思っております。ぜひ初めての方もぜひ参加していただけると嬉しいなと思います。それではまずは、はい、寒いですが皆さん一緒に歌って踊って元気を出していきましょう、うん、この曲から聴いてください。 Song for you I raise song for you I sing song for you more 二度と離さない早速歌います。 Oh yeah, oh yeah
いただきますのが、はい、今回チェリップが11月7日に発売しました9枚目のシングル、うん、カップリング曲になります。今まで歌ってきた曲とはガラッと雰囲気が変わって、それこそ夜の街に入る、ね、少しロックでかっこいい曲歌わせていただこうと思っております。またちょっとね乗り方変わっていきますが、相変わらず皆さん手拍子でチェリップのライブは成り立っていますので、うん、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。それでは早速11月7日発売したばかり9枚目のシングルからカップリング曲です。聴いてください。フラッシュバック。Come on.
シングルカップリング曲からフラッシュバックを聴いていただきました。次に歌わせていただきますのが表題曲サマータイムシンデレラという曲です。はい、なぜね11月発売でこのイルミネーションの中でサマータイムなのかと言いますとですね、今回の曲が夏から秋そして秋から冬一瞬で通り過ぎてしまいますよね。この刹那的な季節感を表しているのであえてこの季節に販売をさせていただきました。ね、気づいたらもうイルミネーションが出る季節となってしまいましたが、ね、聞いていただいたらなんであえてこの季節に発売なのかということも分かると思います。さあ曲に行く前に皆さんと一緒にやりたいところも作りましたので少しだけ説明をさせてください。はい、今回のサマータイムシンデレラ決めポーズを作りました。こちらです。親指と人差し指小指3本だけが立っています。この手を作って、掲げていただいてサビで何回も出てくるサマータイムシンデレラ曲のタイトルの歌詞をこのような音程でみんなで歌っていきたいと思います。サマータイムシンデレラ今すぐ私はちょっとね音程違うんですけどやっぱ高いんだよね本人たちも今歌えてない状態なので、うん、初めて聴く方も曲中に慣れていただけると思います。一緒に慣れていきましょう。そしてですね曲の最後の方に私たちが皆さんに語りかける部分がございます。そろそろ言ってくれたっていいじゃないと振りますので聞こえてきたら言ってくれたっていいじゃないとですねもうツッコミ気味でも大丈夫ですので一緒に言っていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。もうあとはもう皆さん自由に体を揺らしていただきながら楽しんでいただければと思いますのでぜひぜひそれこそ夏思い出しながら聴いていただけると嬉しいなと思います。それでは11月7日発売させていただきました、はい、チェリップの9枚目のシングルから表題曲です。聴いてください。サマータイムシンデレラ。
気持ちを流れ星に乗せて届ければ涙の数を数えてみて強くなれたらいい時に広がってみた弱虫だ1時間マイラビッツさんそして HKTR さん、はい、チェリップのライブ楽しんでいただきました。ありがとうございます。本当にですね寒くなっておりますので、うん、皆さん体調にはしっかりとお気をつけください。この後特典会といって CD をすぐ売らせていただく会があるんですけれども今日チェリップ初めて見た方もぜひ参加していただければと思います。なかなかね鳥取から来て、ね、鳥取のユニット見る機会ないと思いますので、うん、ぜひご参加ください。今日だけの特典もご用意しております、はい、チェリップ初めてねポスターを改めてこう改めてのセルフプロデュースになってからの連帯性で作ってみたりとか、今日はね、今まで発表はなかったんですけれどもちょっともう恥ずかしいからそうだねちょっとこれ表情はさこれあれなんだ ね, こそうね、いつもこんな感じじゃないですそうですねちょっとこれはちょっとやっちゃってますやっちゃってるやっちゃってる本当に、そして、ね、いいよ発表にはなってなかったんですけれども今日はもうクリスマスの雰囲気も出てますし、うん、すごいねマジ、ね、新年も来てしまうということで今日 A タイプ B タイプそれぞれ新曲の CD2 タイプあるんですけれども、うん、どちらも合わせてせっかくなので買ってあげるよっていうふうに思ってくださってゲットしてくださった方にはですねチェリップからの年賀状が届くようになっておりますのでこの機会にゲットしてない方はゲットして帰っていただけるとありがたいなと思っております、うん、さて本当に皆さん寒い中ありがとうございました。そしてですね今日のイベントのためにこの照明や素敵なスペースや機材をセッティングしてくださいました、うんね、タワーレコードの担当の松井さんに心からお礼申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。お若い。そして寒い中見てくださった皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。タワレコードクラシック店はですねチェリップ駆使してくださるということで、はい、また皆さんのお目にかかる機会もあるのではないかなと思っておりますのでぜひぜひまたお会いできることを楽しみにしながら本日も皆さんありがとうございました。